こんばんは、学研です。新田です。今回は、レッドブル 5G の取材に来ました。来ましたね。e スポーツの部門、スポーツ部門では、まあ、師匠である眉毛家さん。いや、来ますね。久々だね。そうだね。うん、が出場し、まあ、一応、劇作家としてはね、やっぱ、結構日本でも大きい大会だから、5年ぶりの、そうだね。メディアとしても、取材したいということで、うん。うん、まあ、その2つから、ちょっと今日は群馬までわざわざ。来ました。めっちゃでかいよね。ビビったわ。でかいね。いや、去年できたから。あ、俺も初めて来たから。あ、そうなんだ。初めてなんだ、学研も。眉毛家さんにちょっと、まあ、多分空き時間があるから。あ、そうだね。ちょっと呼んでみて、まあ、試合の感想だったりっていうのを聞いてみたいと思います。はい。2試合目と3試合目の間なんですけど、まあ、眉毛家さんにちょっと来てもらって、はい、お話をしていきたいと思います。まあ、まだ e スポーツは選ばれてないですけど、状況、眉毛家さんの気持ち的にはどうですか？なんか緊張してるとか。いや、緊張はしてないから、まだ あんま順番気にしない感じですか？いや、あのね、昨日のうちミーティングの時からもう3か4か5でやりたいって言ってたから。あ、そうなんですね。そう、あ、なんかもうそういう話し合いみたいなのがあった。まあ、そう、前の日にして、そう、できれば勝って決められるところとか、負けたら終わりとか、なんかそういうところで行きたいっすって言っといたから。あ、マジっすか？そう、だから割と順番通り残ってる感じ。あ、そうなんすか、知らなかった。なんか前夜祭とかありましたけど、レバ君とかと会話とかって普通に？あ、もう割とずっと話してた、レバ君と。へー、どこまで？ゲームの話、イーフトの話。あ、イーフトの話普通にしながら、なんか、あれどう、強いあれみたいな、あれあのことどうみたいな感じで話はしてた、昨日も。あ、そうなんですね。いや、試合はさすがにしなかったけど。あ、はい、ちょっと e スポーツがいつ選ばれるか分かんないですけど、選ばれたら頑張ってください。頑張ってください。頑張ります。2021ファイナルズ最終試合、選手入場。はい、というわけで、レッドブル終わりましたけど、実際お互いやってみてどうですか？はい、初めてですよね、e フットボール。初めて。この感じドリブルいけるなとかっていうのはちょっとあったりしました？ドリブルはなんかちょっと刺さってるかなっていう気は、1試合目の時になんか結構それは感じました。はい、レバ君は何かありますか？ちょっとここ難しかったなとか。いや、なんか個人的には結構内容的にあんま悪くなくて、結構自分のやりたいこともできてたんで、でもなんかこう局面局面でいいところでやっぱ点取られてみたいな感じで、あまりこう流れがずっと向かなかったんで、3試合目でこうどうにかっていうところだったんですけど、まあシュート入らずというところで、まあ最後の最後で少しまあ粘られてっていう感じだったんで、もっと試合したかったですね。まあちょっと今オフラインでの5分試合しかなくて、調整とかってどうやってされてましたか？そうですね、自分は、まあ、知り合いのプロの方、はい、ママさんに頼んで、はい、シェアアップで、あ、まあ、オンラインですけど、まあ、プレマをしてっていう形で一応やってきました。今回プレーしてみて、ここをこうした方がいいなとか、なんか実際試合して思うところはありましたか？まあ多分見てもらってれば多分わかると思うんですけど、まあまあ楽しめるようにできてると思うんで、まあもちろん自分とレバ君がやってたからっていうのもあると思うんですけど、まあ別に他の人がやってもある程度ちゃんとサッカーゲームに見えるし、まあ、会場の熱気とか見てもあれだけ盛り上がるんだから、あの早くもういろんなサービスとかそういうものをどん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 出していって、なんかこの競技シーンだけじゃやっぱ盛り上がっていかないんで、競技シーンを盛り上げていくんですけど、まあ、それにつながる続くというか、もっといろんなことをどんどん発信していって新しいことを始めていかないと、なんかこのままだとちょっと厳しいのかなっていう、なんかそんなに悪くないものがアップデートになったんで、はい、
なあ、今日、まあ、イーフットボールの試合見て、まあ、楽しいなって思ってくれた人たちがいたら、まあ、やらないで多分つまんねえなって言ってる人もいると思うんで、うん、まあ、今日の試合見て、ちょっとまた、まあ、無料なんでね、ダウンロードしてやってもらえればいいかなと思ってます。レバ君、ありますか？そうですね、まあ、本当に自分も同じ意見で、やり込めばやり込むほど、新たな発見が出てきて、まあ、そこでの駆け引きだったりとかも、出てくるので、まあ、そういったところの、まあ、面白さっていうのも、まあ、自分はこの大会に向けて、まあ、だいぶ、まあ、やり込んで、まあ、見つけられましたし、まあ、この大会で、まあ、イーフットボールが、まあ、採用されて試合をするっていうことで、まあ、別の自分の個人的な勝手に目標として、まあ、一度離れてしまったというか、離れてしまった人をしっかり戻すというか、自分たちの試合を見て、まあ、楽しんでもらったり、まあ、イーフットボール、あれこんな面白かったっけって思われるような試合をずっとしたかったので、まあ、そういう試合が、まあ、少しはできたのかなと思うので、まあ、モードがちょっとまだ追加されない状況であれなんですけど、まあ、追加されるまで少しやり込んでみて、そういった面白さっていうところも、まあ、気づいてほしいなっていうのは、はい、感じましたね。まあ、オンライン予選とかも大会はだいたい10分の1本勝負だったんですけど、まあ、今回5分の3本マッチ選手だったんですけど、まあ、個人的にはどっちがいいとかってあったりしますか？個人的にはこっちのレギュレーションの方が賛成ですね。10分1本の試合より、はい、なんかはるかに人読みというか、対戦相手に対するその対応力とかそういうのが試されるというか、やっぱ一発勝負だと何か起こっちゃうというか、まあ5分試合だったけどあれだけ数やれば多分どん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 こう相手に対する準備の仕方とか対応力とか、あ、これ苦手だなとか、そういうの見つけるのも技術になってくるから、操作だけじゃないなんか駆け引きとかも生まれてくるから、複数勝負できるレギュレーションは個人的には結構好きですね。そうですね、まあでも自分も試合こうやってみればで、ね、ちょっと5分っていうところで、まあ少し短いかなっていうのは あったんですけど、まあ実装やってみると本当に、まあ、いい時間帯って言ったらあれですけど、まあ1試合の、まあ、短いところでしっかりこう自分の力を出すっていうところがやっぱり鍵になってくるので、まあ少しやっぱり、まあ初めて、まあこういったレギュレーションだったので、まあ難しさはありましたけど、結構前にペスリーグとかでもなんか、2試合合計での試合とかもあったので、そうですね、まあ自分も、はい、複数試合の、まあ選手だったり合計っていうところの方は、が、まあ好きではあるかなとは思いますね。ありがとうございます。オフライン久々大会だったと思うんですけど、めちゃめちゃ楽しかったです。めっちゃテンション上がったね。やっぱ多分こんだけなんかちゃんと整ってて、お客さんいて、まあ放送回ってとかっていうこの規模感でやる、多分大会に出たの多分本当に一番最後に出た東京ゲームショーとか多分世界大会とかそういうレベルだと思うから、ちょっとテンション上がっちゃった。どうでした、久々のオフライン大会？そうですね、まあ、オフライン大会でこんだけやっぱり本当にしっかりとした、まあ、設備で、まあ、やらせてもらって本当に、まあ、久々の感覚というか楽しかったですし、まあそうですね、今回、まあ、2対2の最後、個人的に最後にやりたいなってちょっと思ってて、一回こう2番手で出るか出ないかみたいな、はい、悩んだ時があったんですけど、まあ、最後の方がいいって言って、まあ、最後に行ったので、まあそういった緊張感の、まあ、プレッシャーの中で戦えたことは本当に、まあ、自分の、まあ、今後の、はい、まあ、イーフットボールの人生においてすごく、まあ、いい経験になりましたし、まあ、でもやっぱりこういったプレッシャーのかかる舞台で、まあ、勝っていかないとやっぱり世界の舞台では難しいと思うので、はい、まあ、そういった細かいところの差っていうところの実力っていうのを、まあ、つけていきたいなっていうのは感じました。心拍数が両極端すぎて面白かったです。そう、レバ君ずっと低かったらしい。あ、でもちゃんとついてなかった。そんなことあるよ。そんなことマヤゲカさんは150ぐらいだ、ね、倍よ。だから1試合目始まる前から多分150ぐらいだったでしょ、始まった瞬間とか、ね、はい、個人的にもなんか落ち着いてできてるなっていう印象はずっとあったので、まあなんかそんなに驚くことはないですけど、 あ、でもそんな低いんだっていうのはありますけど、なんか基本的に皆さん120とか、まあそんぐらいが平均だったんで。一番低かった多分、レバ君が。なんか、確かに。あの、ジャンタムのあの女の、あ、そうそう、同じくらい。あれ、同じぐらいずっと平均して低かった。なんか落ち着きすぎてんのもダメなのかなって。もっと、ね、もっと興奮して、やんないとダメなのかなっていうのは、
どうなんですかね、影響するのか分かんないですけどまあでも個人的になんかずっとなんかいけるいけるって思いながらやれてたのは、まあ、自分の持ち味というか今までずっとこの形でやってきたので、うん、まあ、それがしっかり出てたのかなっていうのは、はい、あります。ありがとうございます、というわけで今回はレッドブル 5G の大会をお送りしていきました。この動画を見て気に入ってくださった方いましたら、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。